9月20日の敬老の日に向けて、子どもたちがおじいちゃんおばあちゃんにプレゼントを作りました。熱田区一番の熱田児童館の催しで、読書の秋にちなんでオリジナルのしおりとメッセージカードを作ります。色画用紙を動物の形に切ったり、絵を描いたりして思い思いに作っていきます。そしてラミネート加工をしたら、可愛らしいしおりの出来上がりです。しおりに添えるメッセージカード、こちらは言葉が飛び出すよう仕掛けを作ります。いつもありがとう、いつまでも元気でね、日頃会えないおじいちゃんおばあちゃんの笑顔を思い浮かべながら、心を込めて感謝の気持ちをしたためます。子どもたちの思いがたくさん詰まったプレゼントが出来上がりました。いつも果物ありがとう。果物何が好き？いちご。いちごもたくさんくれる？うん。おじいちゃんおばあちゃんにいつどうやってこれを渡してあげるの？キヨスのばあばたちのおじいちゃん家に行くときにこれ持ってって見せる。